毎月の電力料金の請求において直接的かつ実感できる形で負担軽減策、これを講じてまいります。私たちの生活に大きく響く電気料金の値上がり、来年春以降も大幅に値上げされることが見込まれるため、岸田総理は来年1月以降できるだけ早く負担軽減策を実施することを明らかにしています。電気料金高騰の影響はこんな場所にも。およそ620種3万点の生き物を展示する海遊館。生き物たちが暮らす水槽もそうですし、お客様のいらっしゃる観覧通路にも至るところで電気を使っています。ね、量が量なのでやっぱり影響というのもそれだけ大きくなりますね。中でも多くの電気を使用するのが、こちらの設備は、水の温度を整える機械です。電気で動いています。海水をそれぞれの生き物に合った温度に調整をしています。こちらにあるのが水槽のろ過装置です。生き物たちの体調の管理のためにも365日24時間止めることのできない設備です。これだけの設備を動かすためにはそれなりの電力は必要です。館内にある水槽はそれぞれに照明やろ過、水質調整が必要です。またペンギンのいるエリアはすでに室温を3度に保たないといけません。海の生き物たちにとって細かな環境調整は生命維持に関わるため止めることができず、かなりの電気代がかかってしまうといいます。海遊館では照明の LED 化などを進め対策を行っていますが、想定していたよりもすごく値段が上がっている部分もありますので、やっぱり予算の関係だったりでちょっと苦労している部分はあるようです。早急に対応できるところとしましては、スタッフの事務所のこまめの節電というところが一番身近なところかなと思いますので、改めてそういったところを徹底していきたいなと思っています。電気料金の大幅な値上がりに関西の自治体も頭を悩ませています。昼休み、庁舎内が一斉に消灯される兵庫県庁。職員たちは窓から入る光を頼りに昼食を取ったり作業をしたりします。ちょっと暗いんですけど、まあ、なんとか文字は見えるんで作業してるような感じです。もう毎日なので昼休みはこのぐらいの、明度。10年ほど前から節電対策として昼休みの消灯などを続けていますが、今年はそんな地道な節電対策では補いきれない事態になっているといいます。非常に高騰しておりまして、当初予定しておりました、予算額では電気代が支払いが難しいと。今年度の電気代が昨年度より3割増える見込みで、当初予算の45億円では足りず、急遽増額分およそ13億円を補正予算に組み込みました。非常に想定外の事態によりまして、財政的にも影響が大きいかなというふうに思っております。県では国への財政措置の要望も検討しているということです。こちらは関西電力における一般家庭の電気料金の推移です。去年1月から1000円以上値上がりした状態のまま高止まりが続いています。高騰が続く電気料金に街の人は、確かになんかこう明細見ると上がってるなっていうのはすごい感じます。電気消すとかそういうコンセント抜くとかそういう地道なことやってます。実は上がってて電力会社っていうかその供給元変えようかなって検討したりとか、その携帯会社とセットのやつは入ってるんですけど、どこまでが安いのか高いのかもちょっと全然把握できてないです。